皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大田浩司のカラオケレッスンへようこそ。今回は一条貫太さんで大量太鼓。やっと貫太さんにお似合いのいわゆるハマり歌がいただけましたね。よかったですよ。こうでなきゃ。で、私はそれにあやかりたいけど無理なんですよ。声も出ないしね。残念ながらマイナス2にします。そして楽譜の3段目まずはね、歌っていきたいと思います。朝の出船がよ、もう帰る頃、やがて港の日が落ちる。岬灯台明かりが灯る。沖のカモメに積み荷を問えば、船は大漁と泣いて飛ぶ。忙しい、大変だ。最初、朝の同じ音で大で上がる。間を空けて、で船がよ、で船がよ。1番と2番が違うんです。1番大きい方の音符ね。そしてがの音につける拳は逆三角形なんですよ。はい。で、次で2番やっときましょうかね。生まれてよ。なんと一つ音が多いしね、高さが違う。そして拳の位置までが違うんです。まあ、よしとしましょうか。はい。じゃあご一緒に。朝さん、はい。朝の出船がよ、もう帰る頃、出船がよのカタカナのよが3拍。そして4拍目をもう半拍休んで、大きい方の音符が1番。もう、もう、もうというのは、で、ふ、で、ふね。ここと同じ音なんですね。これが正しいんだと思うんですけれども、何度聞いても2番。なーみ、なーみ。この小さい音符の2番が音が違うんですよ。まあ、これももう無理やり、申し訳ないんですけども音符にしました。もう帰る頃。面白い音がありますね。この次、もうこれしっかり歌っちゃいましょう。四分音符結構長いですよ。すいませんが、この印の拳は本当は拳じゃなくてビブラート、揺らしですね。揺らし、はい、揺れを、あそこで帰る頃。はい。3はいの次に、もう、もう、三、はい、もう帰る頃。では一打目歌いましょう。1、2、3。朝の出船がよ、もう
の日が落ちる岬灯台明かりが灯るやがての手大きく少々大きく音をつないでいただきたい。ビブラート揺らしね、やがて止めて港のと止めない、やがて港のこういう感じ、ビブラートでねつないでいきましょう。そして日が落ちる拳ですね。じゃあやがて3、はい、やがて港の日が落ちる、そして岬灯台明かりが灯る、見がした岬、なんと4つが全部違う音、大きいおたまじゃくしが1番ですよね。みさき、そう、木が上がってるんですよ。2番、きょうも、もが上がらずその前のうと一緒、これもちょっと困るんですが、まあ一応丁寧にね、歌声を聞いたその音符です。じゃあ、みさき灯台、すぐに明かりが灯る、灯るが同じ音、ご一緒に、みさきさん、はい、みさき灯台明かりが灯る。さあ、それではやがてさん、はい、やがて港の日が落ちる岬灯台明かりが灯る、沖のカモメに罪に応えば船は大漁と泣いて飛ぶ、沖のカモメに、沖ののね、ビブラートで大きくつないでください。カモメのカが遅れませんよう、お気をつけください。そして音をなくさないように、メに、メとニが一緒、メに罪に応えば、じゃあ沖の沖さん、はい、沖のカモメに罪に応えば船は大漁と泣いて飛ぶ、ふがした船は大漁と泣いて飛ぶ、泣いて泣いて、同じ音、泣いて飛ぶ、ぶは短めがいいね。はい、船はの和の音もうまくビブラートでつないでください。いきましょう、3、はい、船は大漁と泣いて飛ぶ、じゃあ3打目だけ、沖の3、はい、沖のカモメに罪に応えば船は大漁と泣いて飛ぶ。それではテンポを上げて前半仕上げます。朝ので船がよ
灯台明かりが灯る沖のカモメに積み荷を問えば船は大漁と泣いて飛ぶドドンとドンいきますが、さあ今度は皆さんでどうぞ。皆さんね、よいしょは言わなくていいんですよ。私が、まあ、どういう風な感じで入るかをお教えしたかったということです。最後の最後、ドドンとドンと最後の最後ね、これは歌手も歌います。はい、さあそれじゃあ3打目の終わりに戻りましょう。ドドン、あ、ごめんなさい、ドドンとドンとで、このとの音、ドンとドンとちょっとと少しだけこう伸ばしてと押し下げ、これもやりましょう。ドドンとドドンとドンとドドンとドン、今度はドンです。ドンで伸ばす、くっついてるね。はい、じゃあ泣いて飛ぶ、こう言えますから、泣いて飛ぶドドンとドンとドドンとドン、跳ねて踊れよ乱れ打ち剥がした、こう下だったりね、同じ音だったりいろいろあってね、ちょっと困っておりますけど、これは下、跳ねて踊れよ乱れ打ち、忘れてないですよね。跳ねての手、タイの音はビブラート、踊れよのよもそうです。小さくしない。じゃあご一緒に三、はい。跳ねて踊れよ乱れ打ち、はい、じゃあドドンとドンといきましょうね。泣いて飛ぶ入れます。泣いて飛ぶドドンとドンとドドンとドン、跳ねて踊れよ乱れ打ち、大漁太鼓だよ、おーおーおー、あよいしょ祭りだよ。ごめんなさいね、大きな声を出すだけ。大量大
い子だよ。おー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 あよいしょ。こうです。大漁大子だよ。拳があるから大漁大子だよ。あーっと高い音も入れて、いよも入れれば三拍。うん、そうなんですよね。三拍あって四拍目に、おー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 、こうです。はい、ぜひね、この音符通り、ごめんなさい。はい、でその最後のこの音、うん、あよいしょ。はい、このタイム、うん、あよいしょ。で、本当はね、歌詞カードはよいしょだけですよね。私がどんなに聞いてもね、いや、あをつけてます。だからもうここにはね、あを入れました。歌詞カードの方はあをつけておりません。さあ、このタイミング、祭りに行くところ、大漁、大漁からいきましょう。三、はい。大漁大子だよ。おーおー、あよいしょ。祭り、いいだよ。悲しい声出していけませんね。祭りだから賑やかに元気にいかなきゃ。はい、もう一回いきましょうか。音を数えますからね。大漁さん、はい。大漁大子だよ、兄さん、おー、あよいしょ。じゃんじゃん、祭りよ。そう、長いんです、長いんです。はい、祭り、ま、祭り、いいだよ。だの、うん、位置ですね。祭り、この拳私が入らない。リーが2拍とちょっと、イーダー、イが3つ、イーダーよー、8分音符よー。2番やあるいはハーフはダーよー、よがもっと長い四分音符なんですね。はい、さあそれじゃあ参りましょう、参りましょう。もうね、3段目の終わりに戻ります。テンポを上げます。もっと戻って、船は太陽と泣いて飛ぶ、ドドンとドンとドドンとドン、跳ねて踊れよ乱れ打ち、太陽大子だよ。おーあよいしょ、祭りいいだよ。さあ皆さんで、船は太陽と泣いて飛ぶ、
章が入らなかった、申し訳ありません。はい、じゃあ今度はね、1番が終わると、あ、ごめんなさい、2番が終わるとね、米印がありますのでね、祭りだよよ兄さん、ドドンとドンと、この最後でもう感想ありません。はい、でこれが今度は楽譜の下の3段目のドドンとドンと、跳ねて鳴らせよ寝かせ打ちとかいくんですね。で最後祭りだよがこのままついていきます。でこの間にね、コーラスがドドンとドンとドドンとドンとと入れるんですよ。3回もこんな感じ、祭りだよドドンとドンと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 、最後にね、歌詞も歌う、もう一回やっていきましょう。祭りだよドドンとドンとドドンとドンとドドンとドンと、最後皆さんで一緒にドドンとドンとドンとで終わります。伴奏も終わります。最後は皆さんに通しで歌っていただけるような伴奏にしたいんですけれども、メロディーがもう入らないかも分かりません。そして、繰り返しも難しい。あ、もう本当に皆さんのね努力に、
トドンとドドントドンとドドントドンと、なんですが、合ってたかな。すごい不安です。テンポも悪いしね、申し訳ありません。発売前、これから皆さんちょっと習ってからね、 CD をお買い求めください。男性の皆さん、このマイナス2、マイナス1、ノーマルと、それはどうぞ調整なさってください。女性はプラス4でお楽しみください。はい。今月はいろいろ事情がありましてね、この曲で打ち止めとなります。本当にいつもご覧くださいまして、感謝申し上げます。そして、どうぞカラオケを思う存分お楽しみください。今後もどうぞ太田博士をよろしくお願い申し上げます。まるで選挙の宣伝カーのマイクのようになってしまいましたが、はい、共にいつまでも頑張りましょう。よろしくお願いします。